でる。めっちゃ混んでるな。でかっ。4500円です。エリアだ。なんだこれ、芽キャベツ。芽キャベツは芽キャベツかわいい。798円。冷凍？あ、冷凍じゃない、生だ。あ、いちご買おうよ、いちご。アメリカ産でって。チェリー。24枚入り。洗剤、洗剤。ジュースじゃん。洗剤ですよこれ。はい、皆さんこんにちは。今日はコストコに行ってきましたね。もうね、コストコも結構何回も行っててね、もう だいぶほとんど食い飽きたんでね、ちょっと珍しいもんつうか、これまでなかなか手につかなかったようなものと、あとまあ定番のものもどうしても買っちゃったんですけどね、を買ってきました。まあこれね、ピザね、ね、冷凍しておきます。でこれなんかね、クリームみたいなのがあったんでね、これ食べました。とこれチョコね、これはタン、塊のタンですね。タンチョコ食いたかったんでね、好きだから。これはなんか、ね、入れ物変わりましたね、これ定番だよね、バケツみたいな。チョコのあれですね。でこのスープ、これすごいね、50個入っていくらだったっけ、780円。茶碗蛇の瓶。あとこれね、これ初めて見たかも。チキンの丸焼きみたいな。安いんだよね、600円ぐらいで。そう、700円。食べてみないとね、美味しいかな。結構でっかいの。でっかいはでっかい、すごいと、歌舞伎揚げと、いつものパンと、シミコーン。これね、プレゼントですね。はい、え？ママにプレゼントですね。はい、というわけでね、今日はね、どれ食いますかね。まずこれを食ってみたいと思いますね。あとはちょっと冷凍なんでね、これを食わん。で、あとね、やっぱね、コストコ何が一番いいかってさ、後で後半の動画であげますけど、やっぱお会計終わった後のホットドッグ180円、あれが最高ですね。ソーダ付き、ソーダを、ん？何？ジュースはおかわり自由、ドリンクはおかわり自由で、結構でかくてソーセージもジューシーな、そうそう、でかなりボリューミーで180円なんですよね。でそれに冬限定のクラムチャウダー、あれうまいっすよね。結構でかいし、そう、あと玉ねぎのみじん切りが入れ放題っていうのもね、これ後半にあげるんで、それも見てもらいたいと思います。はい、はい、じゃあチキン食っていきましょう、とりあえず。はい。